2024明治安田 J1 リーグ第1節、日曜日注目の国立の一戦、帰ってきた初代王者東京ヴェルディ。山田狙った枠来た、これ。いやスピードがあるのでよくこの歩幅で蹴れますよ ね、 すごいですよね。ジャンプもしてるし、そこから落としてちょうど間ですかね。エイブルとロペス少しかないっていうコースですよね。素晴らしい。おっとスケールも大きいですね。斉藤光介が引っ掛けました。左染野が行く、染野が切り返す、染野が行った、染野だ、しのぎました。ポープウィリアム、すごいドリブルだ。なかなか中盤から前の選手たちが前向きでマリノスはボールが持てない、はい、この横パスは狙っていました。右サイド山田風紀、山田行く、山田パスはチャンスだぞ、木村が打つ、ナイスカバー。選手も座ってます、さあ木村が抜けます。山田風紀が来た、ずらして山田が打ちました。ナイスキーパー、あーいいターン、渡辺光太、エウベルパス、ヤンマテウスワンタッチ、右足渡辺光太から最後宮市はオフサイド、オフサイドかな、オフサイドの旗が上がりました。シュートだったかな、ましたね。ヤンマテウスの戻しを渡辺光太のワンタッチシュート、流れるようなね、はい、ナムテヒ入れた、ナムテヒ合わせた、渡辺大輝、今度 PK です。攻め続けた F マリノス、サイドからのクロス、 PK 誘発。水沼さんどうですか。手じゃないですかね、まあ、ディフレクトンしても攻めは手になる、アンデルソン・ロペス、難しい時間の PK、 それでもなおかつ、いやでもよく待ってるっすよ。ヤンマテウス隠してパスだ、松原左足、すごいシュートだ、すげえ、いやーすごい、大歓声国立、松原健です。このシュートです。いやーシュート自体は素晴らしいですよ、本当に。もう少し今時計を見ました。いや試合終了です。すごい試合。主君の松原